はじめまして。ご覧になる前にこの映画の制作者から警告です。このフランケンシュタインという映画は神の領域を犯し人造人間を作るという映画です。ゾクゾクするでしょ？ワクワクするでしょ？ゾッとするでしょ？だから心して見てくださいね。わかりました。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。フランケンシュタイン。1931年のユニバーサルホラー映画。怪物役を演じたボリス・カーロフさんはこの映画で怪奇スターになった。同年のマジンドラキュラに引き続き制作され、またまたヒット作となった作品。1818年のゴシックの名作、フランケンシュタインの実は二度目の映画化。この映画の怪物のビジュアルイメージが現在の怪物スタンダードになってます。もともと原作では怪物はすごい頭脳を持っている設定だったらしいのだが、なぜか毎度の映画化では凶暴だったり知性が低かったりと脚色されているようだ。生命の創造という物語の世界における大きなテーマを生み出した古典の名作。私はなんだかこのフランケンシュタインものがとっても好きなんですよね。シリーズ以外にもたくさんの作品がある200年愛されている物語の映画。ちなみに一応言っておきますが、フランケンシュタインは作った人の名前で、こいつには名前がないので、フランケンシュタインの怪物と呼ぶのが正しいネタバレ。おごそかなお葬式の場面に明らかに場違いな雰囲気の男とその助手。なんとこの男たちは葬式で埋められたご遺体や公衆犬になったご遺体を持ち帰ってるみたいだぞ。昔の話だからか、随分管理がずさんなんですね。この遺体は脳みそが使えない。おい助手、脳みそを調達してくれ。仕事を頼まれた男の助手は大学から間違って犯罪者の脳みその標本を盗んできてしまう。助手がちょっとアホなのは結構致命的ですよね。一方、墓荒らしの男の婚約者は男が変な研究を始めて手紙もよくわからないので困ってしまっている。仕方がないので友達とかつて婚約者の男が指示した博士の元を訪ねてみる。あいつは人造人間を作ろうとして大学を辞めていったよ。あちらこちらからご遺体を調達してるみたいだよ。博士は全部知ってらっしゃるけど通報なさらないんですかね。脳みそも手に入ったし大嵐も来て雷もゴロゴロ鳴ってるからいよいよ人造人間を完成させるぞ。ちょうどいいところで婚約者たちが心配して押しかけてきちゃうので困る男。やたらめったら頭がおかしいと言われてムカついていく男。そんなに言うならこれからすごいものを見せてやるからな。焼けっぱちになっちゃダメよ。大嵐の空に掲げられていく集められたご遺体から作られたまだ命の宿っていない人造人間の体。しばらく空に掲げておいたらちゃんと出来上がりました。料理でも作ってるみたいでしたね。動いてるぞ。成功だ。ついに私は神になったんだ。翌日、村の名士であるお父さんが男を連れ戻すとか言い出すのでみんなドギマギしちゃう。見張り島ではついにフランケンシュタインの怪物が目を覚まし、その醜い姿を現したぞ。男は命が宿ったばかりで、まだ何もわからないこの怪物に優しく接しようとするのだけれども、アホな助手は鞭で撃ったり炎で驚かせたりしてとてもひどい扱いするぞ。ひでえ助手だしそろそろ首かな、とか思ってたらなんと怪物にぶっ殺されてしまう助手。博士は男を説得して怪物に麻酔を打って処分することに、とかやってたら全員集合しちゃってなんだか大変。なんとか怪物を捕獲した博士は怪物を解剖しようとしたけど油断してたので帰らぬ人に。普通に逃げるフランケンシュタインの怪物。男はもうすっかり研究のことは忘れて婚約者とちゃんと結婚することにしたみたいだぞ。切り替え早。逃げた先で女の子と仲良くなって一緒に遊んじゃう怪物。なぜか女の子を湖にぶん投げちゃう怪物。なんでなんだ。屋敷に戻ってきたフランケンシュタイン家の後取り息子だった男と婚約者の結婚パーティーだ。嫌な予感がしてくる婚約者の女。その嫌な予感がバッチリ当たってしまう女。女の子が何者かに湖にぶん投げられてぶっ殺されたと抗議に来る父親と村の衆。村の衆総出で女の子をぶん投げた犯人をとっ捕まえてぶっ殺すぞ。そして物語は人間の業によって生み出された怪物の悲劇的っぽい末路が描かれる。星 4.5 つ終わり。